皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、本当に個人の趣味というか、思考ですよね、性癖というかに関してちょっとお伝えをしてみたいと思います。当チャンネルのですね、ヘビーな視聴者であれば、結構私がですね、ブロンプトンの純正サドルを愛しているというのをご存知いただけるんじゃないかなと思います。で、ね、余ってる人いたら、恵んでくださいみたいな話をしましたらですね、本当に奇特な方ってやっぱり いらっしゃるもので、本当に恵んでいただいたんですよ。で、それのおかげでですね、結構私、プライベートで使う自転車にですね、じわじわとブロンプトンのサドルを増殖させつつある、というようなお話になります。で、今ですね、メインで通勤とかね、使ってるのが、このターンのリンク B8 なんですけど、これにですね、いわゆるヤグラがですね、確かノーマルだと25ミリぐらい後ろに下がってるんですけど、それをですね、いわゆるセットバックなしのピラーに変えてブロンプトンのサドルをこうつけて、ちょっとやっぱ前気味についてると思います。で、これやっぱ非常に調子がいいんですよね。で、まあ、ちょっと多分前乗りのポジションがもう好きになっちゃったっていうのが一つあるんですけども、承継者っていうのがですね、わりかしその、一つのフレームで多くの人に対応させなきゃいけないので、シートアングルは結構寝てるケースが多いんじゃないかと思うんですよね。なので、ここのシートのですね、前後幅ですね。ここがブロンプトンの純正サドルは結構広めに取れていますので、やっぱそういう調整がやりやすいなぁとは思います。で、それをですね、じゃあちょっとやってみようということで、KTS の F20 ですね。これもセットバックなしのシートピラーのちょっと長いのが、1個余りましたんで、ちょっとやってみっかと思ってやってみたところ、これまたいい感じですね。まあちょっと理由云々っていうのはもうわかりませんね。その人の体とかね、乗り方とかによるもんですから、まあこれがね、また10年後の自分に対してどうなのかっていうのはちょっとわかりませんけど、まあやっぱ非常にいいなというような感じになっておるところでございました。で、ここですね、このサドルご覧いただけるとわかると思うんですけども、これはですね、たまたまお客さんから譲っていただいた、もう相当前ですね。で、革サドルがもう、これはもう硬すぎて、ダメだというので使ってなかったんですけども、ちょっと意を決してね、ちょっと頑張って、1日20分ぐらい、いや、まあ1日は、1時間半か。毎朝1時間半ぐらい、乗って、いろいろずっとやってるうちに、だんだん、自分の尻の形に、馴染んできた状態です。で、これとですね、これ、見比べてみると、やっぱそれなりにいい感じになっているということは、やっぱその自分の乗り方とか、尻の形とかが、やっぱひょっとすると、このサドルに合っているというようなことかもしれませんね。で、まあ、この動画でね、何を申し上げたいかっていうと、まあ、正解は人の数だけあるんですけども、結構ね、自転車って、完成車についてるサドル、そんなにお金がかかってないというか、どうせサドル買える人が多いんだから、もうそんな高いのつけなくていいじゃん、みたいな感じで選ばれているケースが多い。なんだけども、ブロンプトンに関しては、必ずしもそうじゃないんじゃないのと。単品で買ってもあら、なかなかの値段がしますからね。だからそれぐらい、ちゃんと考えられた。で、あと特にやっぱさっきもお話しましたけど、このサドルのね、前後幅ですね。これが非常に大きいっていうのは、特に承継折りたたみ車みたいなやつ行くと、ポジションの出しやすさにもつながりますので、まあそういう意味で非常に贅沢なサドルを最初から入ってますよと。いうようなことだけは、覚えておいていただきたい、けれると嬉しいなと思います。やっぱ、ついついね、買いたくなっちゃうんで、いや、ブロンプトンの純正サドルなんて、っていう人もいらっしゃるかとは思うんですけど、実はそうでもないんじゃないという、まあ、問題提起ができればな、というふうに、まあ、日頃から思っておるわけでございました。その上でですね、やっぱこれはもうちょっとブロンプトンのサドルはもう尻に合わんかったなっていう人がいらっしゃれば、お恵みいただけると、うちの方で活用させていただけ、したいなというふうにしみじみ思うわけでございました。善意のお申し出をお待ちしております。